計算機科学において、純化想化は、仮想機械へのソフトウェアインターフェースを提供する、仮想化技術の一つである。その仮想機械は、仮想の物理ハードウェアと似ているが、同一のものではない。純化想化を用いることで、ハイパーバイザーはよりシンプルにでき、その上で動作する仮想機械の動作パフォーマンスを、仮想化されていない物理ハードウェア上で動作させるときに、 近づけることができるようになるだろう。しかしながら、オペレーティングシステムを純化創化された VMM の上で動作させるには修正が必要になる。プロプライエタリなオペレーティングシステムの開発を行っているところは、戦略的な目的で純化創化を可能にするために自社製品に手を入れることを拒否するかもしれない。これは、古くからあるアイデアに基づいた新しい用語である。 IBM の VM は1972年からすでにこのような機能を提供していた。VM の用語では診断コードと呼ばれていた。その機能は通常はソフトウェアをメンテナンスするハードウェア専用の通常では未定義の命令コードを使っていた。パラレルズワークステーションオペレーティングシステムはそれと同等のものをハイパーコールと呼んでいる。 やっていることは同じで、システムが仮想のハイパーバイザーを呼び出しているだけである。このような呼び出しはゲストオペレーティングシステムでサポートされる必要があり、このような呼び出しをするためにハイパーバイザー固有のコードを持たなければならない。純仮想化という用語は、デナリ仮想マシンモニターに関連した研究文献で最初に使われた。また、この用語は、ゼニア、L4、 アーチュオロジックス VLX トランゴのハイパーバイザ関連の文書にも使われている。これらのプロジェクト全てが準仮想化技術を用いており、X86 命令セットのうち仮想化しづらいものを組み込まない仮想機械を実装することによって、X86 ハードウェア上での仮想機械のパフォーマンスを高めている。準仮想化は ARM やパワー PC、 DSP のような X86 以外のハードウェアプラットフォーム上でも使われている。パフォーマンスを高めるために純化創価を用いた例として現実に搭載されているネットワークカードにドマを用いたパケット送信機能がないにもかかわらずその機能をサポートしたインテリジェントなネットワークカードを VM モニターがゲストオペレーティングシステムに提供しているものがある。パケット送信は VM モニターによって完全に行われ、NIC の割り込みもそのモニターが処理を行ってしまう。ゲストオペレーティングシステムに割り込みを配送するのは、オーバーヘッドが大きい処理であるため、それが省略される分パフォーマンスは改善される。ありがとうございます。